はい、どうも、宮間です。はい、これ普段は棚に置いてあるサナギたちですね。主にサタンオオカブトです。でね、今日はですね、ちょっとある事情があってこのサナギたちをここに一時的に置いてます。はい、こちらの棚ですね、いつもはここにね、サナギたちを置いてます。そして羽化するタイミングをチェックしてます。そして羽化した日付を書いたりして、そういった管理のために置いてるんですけども、今日はですね、この棚を動かさなければならない日なんですね。はい、というのはこちら、はい、これです。エアコンですね。今日はですね、年に一度のエアコンお掃除の日です。でね、ちょっと厄介なことに、このエアコン自動フィルターお掃除機能がついてるんですよ。でね、フィルターはその自動でお掃除してくれるんですけど、肝心のね、もっと内部の方、そっちの方のね、お掃除が結局人の手でやらなきゃいけないんですよ。こうカビてきたりするみたいなんで、でね、実際ね、1年間使ってるとカビます。結構中の方からですね。でね、自動フィルターお掃除機能付きじゃないエアコンの方が中の方を掃除しやすいんですよ。で、そのお掃除機能がついてるがゆえに、中の方を掃除するにはね、ちょっと素人じゃなかなか厳しいんですよね。それがなかったらね、自分でやりたいんですけど、ちょっと怖いんで、毎年ね、業者さん呼んでやってもらってます。そして今日がその日です。見てください、外側からでも少しカビが確認できますよね。これね、中の方もっとひどいです。でね、このままでも一応使えるんですけど、夏はね、エアコンが最もこう稼働する時期で、その時の負担をね、少しでも減らすっていう意味で、やっぱり今の時期に掃除しといた方がいいかなと思ってやってます。本当はですね、もっと早く、まあ遅くても4月くらいには掃除しとくべきなんですけど、ちょっとね、今年忘れてました。で、急いでね、最近予約取ってインターネットで、で、今日来てもらう手はずになってます。でね、さすがにね、昼間に来てやってもらうと、その間エアコン切っちゃうことになるので、ちょっとこの子たちね、ちょっとダメージ半端ないなと思って、夜にね、来ていただくように話をつけてます。何時頃かな、夜の8時くらいに来るって言ってましたね。ありがたいです。でね、エアコンのお掃除をするときに、この棚があってはちょっと作業に支障をきたすので、いつもね、この日だけはこの棚を移動させてやってもらってます。あ、はい、エアコン掃除業者さんが来てくれました。お掃除革命さんですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、顔映りましたよ。あ、大丈夫です。大丈夫ですか。全然大丈夫です。撮影して全然 OK って言ってくださったので、ちょっとカメラ回してます。はい、今ね、分解作業中です。見てください、これ。ここのパネルの部分だけでこんな感じです。やばいですね。これ見てください、相当やばいですね。あ、結構汚れてますね。ですよね、はい、もうなんかカビだらけ。カビだらけね。これは綺麗にしないとまずいですね。もうそこはお任せください。もう完璧にやりますんで。 ありがとうございます。じゃあお願いしようと思います。はい、かしこまりました。お掃除革命さん、はい、この部屋初めて見てどう思いました？これ。いやいや、クワガタかカブトムシ、こんなに種類があるとはもう全然思いませんでした。ちょっと引きませんでした？気持ち悪って。引いたっていうか、驚きですね、本当に。大丈夫でした？はい、あ、よかった。たまに引かれるんで心配なんですよ、こういう時。本当ですか？よかったです。いや、逆に僕はね、このエアコンを無事に終えられるかどうかのプレッシャーが今かかって、もしね、ほら、壊そうもんなだったら、あ、この
お部屋の人たちはみんなどうなるんだろうと思って、そういうプレッシャーはあるわけですね。そういうプレッシャーありますよ。いや頼みますよさらにプレッシャー与えるあでもそう心配してくださってねやっていただくのはこちらとしてもありがたいです。あのレア物がいるんですかこんなのに。そうですね、ちょいちょいはいますね。すごい。それって自分で増やすんですか。そうですね、あの交尾させて、すげー、産ませて、はい、もう買ってくださる方がいるならあのお譲りしてみたいですね。あじゃあブリーダーですね。まあそうですね、まあどうでしょう、まあ自称になるんですけどねもうそういったあの資格とかライセンスとかない世界なんで、はいはい、もうブリーダーっていうのはもう本当自称ですね自分でブリーダーといえばブリーダーだと思いますもともと昆虫が好きだったんですか。好きだったですね。もう小学校1年生の時からもう朝5時、朝4時、4時ぐらいに起きて一人で山に行ってましたからね。うわ本当ですか。はい、親も止めなかったしもう結構もうなんていうかな、しょっちゅう外にいましたね。ああそうですか。はい、もう小学校2年生ぐらいからもう川で、大きな川で一人で泳いだりしてましたね水深2メーターとか3メーターあるところで足届かないじゃないですか。届かないです一回死にかけましたけどね、溺れて大雨の次の日にあのもう濁流の日に泳いで、はいはい、もう溺れてもう本当にダメだって諦めて気が遠くなった時に一つ上の上級生に助けられました。そうす、泳ぎに来てくれてガーって。ああよかったですね。あのそうそう今でも覚えてますその時のこと。あの走馬灯のようにこういろいろ頭よぎるっていうのは本当ですよ。僕その時本当にあの体験しましたもん。案外こう溺れて苦しいってなってパニックになるんですけど、はい、後半はですね気持ちよくなってくるんですよ。そうなんですか。こう気が遠くなって気持ちよくなってすごく冷静になるんですね、はいはい、そしてお父さんお母さんのこととか、はい、学校のこととかをぼーって考えてる時間がありましたね。そうなんですね。その最中に助けられましたギリギリだったと思います。そうですよね。もういわばもうそういう状況だったらもうなんかもがくっていうよりも諦めじゃないですか。そうそうそう、あの苦しみの向こうはなんかだんだん気持ちよくなるんですよ。あすいません話脱線しましたね何の話してんのよそうもうだからもう幼少期からもう山に行ってクワガタカブトムシ探すような子だったんで、まあずっと大好きだったんですね。でもほら思春期になればそういうことしなくなるじゃないですか。あそうですね、やっぱりね周りの友達もそういうことしないし、はいはい、でまあ一旦そうやって離れるんですけど、大人になって会う時こう同じねその職場の人間となんかノリでですね、はい、夏のある日にカブトムシ探しに行こうぜっつって、あ、はいはいはい、そういうノリで勢いで行った日がありまして、はい、なんかたまたま取れたんですよねその時に、で取れちゃった、あどうしよっか虫かご持ってないねって話になって、はい、で近所にクワガタショップがあったのは知ってたんですけど、はい、あ別にいい大人だし行かないじゃないですか。そうですね。でもその日ばかりはクワガタケースなんかねカブトムシたちを入れるためのケースを買いに行ったんですよ、はいはい、そしたらこう見たこともない外国のでっかい平たクワガタとか、はいはい、なんていうかアトラスオオカブトとかいるんですよ、はい、それで心打ち抜かれて、なんじゃこやと。あそうか、子供の頃にもう大好きで探し回ったクワガタカブトムシのイメージしかないから、そうですよね、そのデカさにびっくりしたんですよねなんじゃこやと。そしてあまりにも衝撃すぎて、はい、それから毎日通うようになったんですよそこに。ああショップにですね。そうそうそう、はいはい、そしたらそのうちそのショップの方が卵産ませていいんですかって言われて、はい、いやいやそれやったことないから無理ですって言われて、いやいや結構簡単ですよ、こうやってれば産みますよって言われて、そのね言われるがママに飼ってセットしてみたら本当に卵産んで幼虫取れたんです。そうなんですか。もうそれが嬉しくて、はい、あもうこれちょっと大々的にやろうっていうのがそのしょっぱなですね、それがきっかけです。
ノリでカブトムシ取りに行ったのがきっかけですね、大人になって。あ、そうそうそう、その日がなかったら多分そのままそのクワガタショップには足を運んでないと思うので。そうですよね。うん、ほんとたまたまですね。もともと好きだったのがまたこう刺激されて爆発したって感じですね。はいはい、そんな感じです。でもそういうお店に行こうと思ったら相当やっぱり勇気がいりますもんね。そうそう、やっぱ大人になったね。知識がないとそうそうそう、ないし、はい、うん、言ってもほら別にメジャーな世界でもないし、はいはい、どっちかって言ったらね、そのくだなんかこうね、閉鎖的なイメージがあるんで、はいはい、やっぱそういうショップにはなかなか行けなかったんですけど、いざ行ってみたらね、やっぱり好きだったらこうもう抗えないですね。 ああいうのを触れたらやっぱりそういうのはありますね。そうですか。うん、いやーまさかお掃除してくださる業者様とこういう雑談するとは思わなかったな。はい、いいよ。僕はもうこういうの大好きなんで、ね、いや嬉しいです。いや絶対撮影はね、はい、心よく思ってくださらないだろうなってこうもう思ってたんで。あ、そうなんですか。もうそんなね、全然 OK ですよって言ってくださるのこっちもあ助かります。今薬品をこう塗布して、あの汚れをこう柔らかくしてます。あ、そう、水じゃなくて薬品なんですね。あ、薬品です。へ、あ、クワガタカブトムシ君たち大丈夫ですかね、薬品って。あ、大丈夫大丈夫です。あの一応エコな薬品なので。あ、はい、ありがとうございます。哺乳瓶も洗えるぐらいのエコな薬品。あ、全然問題ないじゃないですか。ただ洗浄力は抜群です。へえ、いいな。大丈夫です。クワカブ、あのこうやって大々的に飼育していらっしゃる方でガンガン同じ空間でタバコ吸ってる方とかいますから。あれ、そうなんですか。あ、大丈夫です、全然大丈夫です。洗浄させてもらいます。はい、今ですね、これ右の方が洗浄済み、左がまだですね。ここが境目です。わかります。あ、こんな違うんだな。水がやっぱ中まで貫通するので、あ、はい、それで目詰まりかなり取れてると思いますんで。あ、嬉しい。あ、じゃあ引き続きお願いします。はい、わかりました。はい、うわ、めっちゃ汚れ取れてる。真っ黒や。あ、見てください、この汚れ。こんな汚れてたんだよ、エアコン。はい、解体して綺麗にしてくれました。めちゃくちゃ綺麗になってる。新品みたい。はい、これから綺麗になったパーツを組み立ててもらいます。はい、お掃除完了です。めっちゃ綺麗になりました。はい、エアコン掃除も終わったので、サナギたちを棚に戻していきます。はい、元に戻してみました。はい、ちょっと見えにくいんですけど、サタンオオカブトのオスのサナギですね。胸郭と頭郭が少し見えてる感じですかね。はい、引きの映像だとこんな感じです。はい、こうなんでこうひっくり返せるかというと、溶質をですね、ボトルの底の方に作ってたのでひっくり返してます。そのままだとね、綺麗に浮かしないかもしれないので、このまま浮かさせようと思います。はい、ということでね、今回は年に一度のエアコン大掃除の日ということでした。はい、今日のうかっここちらです。文字見えます？カブって書いてますね。はい、国産カブトムシです。もう学名書くのめんどくさくてカタカナでカブって書いちゃった。まあこれでね、私のやる気の有無がバレるとは思いますが、はい、どうやらね、これもう浮かして活動を始めてますね。カサ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 音が聞こえるんですよ。もう上に出てきてますね。わ、これ
ここにいますね。なんか小さいです。うん、メスだろうね。よし、では出してみましょう。はい、もうこのまま蓋開けるだけでいいよね。はい、出てきてました、メス。いや、オス。オスだ。小さいのでメスかと思ったオスです。いや、メスでも小さいなと思ってたんだけど、いや、まさかのオスでした。はい、見てください、この可愛いオス。いや、見てこの頭角。あ、餌食べたいのかな。あれですね、ベロ出してますね、ベロ。よし、ゼリーを与えてみましょうか。はい、どうぞ。はい、ケースに移しました。うん、舐めてますね。まあ小さいといえどもカブトムシなんでね、たくさん食べるんでしょうね。うん、いっぱい食え。はい、今日の学校はカブトムシでした。いや、最初メスかと思ったけどオスでした。小さい。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。